エガンアーリー・ベルナル・ゴメスは、コロンビア・ボゴタ出身の自転車競技選手。2014から2015年、世界選手権自転車競技大会のマウンテンバイクレースジュニア部門にて2つのメダルを獲得する。アンドローニ・ジョカット・オリにて、ロードレースのプロキャリアをスタート。若手の登竜門、ツールド・ラブニールにて、未来のキンタナとコロンビアチームの期待を背負いながら、第7。 8ステージにて優勝し、総合優勝を勝ち取った。チームスカイに席、コロンビアオロイッパにて、グランツール表彰大常連のリゴベルトウランやナイロ、キンタナを抑えて、総合優勝を獲得した。初出場となるボルタ・シクリスターカタルーニアにて抗争し、総合2位と新人賞は確実と思われたが、最終ステージにて、落ち者に巻き込まれ無念のリタイアとなった。 鎖骨骨折からわずか1ヶ月後のツールド・ロマンディにて、第3ステージの山岳タイムトライアルを制し、ワールドツアー初勝利を挙げた。ツアーオブ・カリフォルニアでは、山岳ステージで圧倒的な走りを見せ序盤首位に立つが、個人タイムトライアルで TJ1 ガーデレンに逆転を許してしまう。しかし2日後に、再び首位を取り返して最終日まで守り切り発の、 UCI ワールドツアー総合優勝に輝いた。ツールドフランス初出場のツールドフランスでは、総合優勝ゲラント、トーマス、総合3位、クリス・フルームを支える走りをしながら、総合15位と石畳ステージの遅れさえなければ新人賞の獲得の可能性のある21歳とは思えない、驚異的な走りを見せた。当初は、ジロでイタリアにースとして出場予定であったが、 4月下旬に練習中の落ち車で、鎖骨を骨折したため欠場。ツールド・フランスへと目標を切り替え、復帰戦となるツールド・スイスで、総合優勝。ツールド・フランスでは当初アシストの予定だったが、クリテリウム・デュド・フィネで、クリス・フルームが、落ち車、骨折し、ツールへの出場を断念。ベルナルは、デラント・トーマスと共にダブルエースとして、ツールに臨むこととなった。 ツールド・フランス中盤までは、大崩れすることなくステージを進め、アルプス3連戦初日となる、第18ステージで、デラント・トーマスの指示により、アタックを仕掛け、総合主位のジュリアン・アラ・フィリップへ1分30秒差に、迫る2位に浮上。続く、第19ステージでは、大会最高峰のイズラン峠を、トップ通過。その後、通過予定のコース上で公表及び土砂崩れが、 発生したためレースは中止。イズラン峠通過時点のタイムが総合成績に反映されることとなり、2分10秒遅れとなったジュリアン・アラフィリップから総合主位を奪取した。第20ステージでは無理に動くことなくタイム差を守りきり、総合優勝を実質上確定させた。第21ステージ、総合2となったゲラント・トーマスと手をつなぎ互いを、 讃え合うジェスチャーでゴール。コロンビア人初、また、南米出身選手として、初のツールドフランス総合優勝を手に入れた。2019年、パリニースにて、ありがとうございます。